どうしても何で分かったところ分かったところどうしても何か時間は早すぎないよ。
一番多いところ。あ、ここは大丈夫。
めたところですね。この辺りは被害はそれほどはなさそうです。春日の辺り、春日小学校付近です。特に被害はないです。小学校には非常にたくさんの車が止まっています。消防団の方も出ておりますここのガラスは割れてないですね、幸いに。大きな被害が出てるようには見えません。この辺はそんな揺れなかったんでしょうか。わかりません。これは新しくできた西回りバイパスにつながるトンネルですね。崩落をして、なんか大丈夫ですね。コンビニですが、うわー、地盤が割れてますね。さすがにここも2回目ですからね。2回目来ますね。上げてますね。何でしょうこれは。新幹線が動かせないですね、しばらくね。落ちてるんだ、壁が。防音壁が。これは取れないよ。正面から行った方がいいかもしれないな。
象は大丈夫みたいですね、とりあえず。ここってもとりあえず外見は大丈夫。大丈夫ですね。もう踏んだ。